皆さん、こんにちは。ひろきです。ご機嫌いかがでしょうか？私は元気にしております。さてさて、iPhone ゲームの紹介です。今回紹介するゲームは、激ムズペットボトルチャレンジシンプル、その後に多分タイトルあるんでしょうけど、シンプルで止まっちゃってます。はい。はい。ペットボトルチャレンジみたいです。はい。早速ゲットしてみましょう。ゲット。はい。激ムズですってどうしよう。はい、認証。さてさて、軽い、むっちゃ軽いゲームじゃないですか。いいっすね。データ量食わない。はい、オープン。はい、オープン。はい。タップしてスタート。はい。はい。タップしてスタート。はい。スワイプ?こんな感じ?失敗。ああ、そういうこと？タップしてスタート。で、スワイプしよう。こんな感じですか？あ、戻ってきてんじゃん。あ、いいんですか？これでいいんですか？あれ失敗した。あれ？どういうこと？あ、何回もやるの？スワイプ。あ、失敗なんだ。じゃあさっきの成功むちゃむちゃすごかったんじゃないの？タップしてスタート。はい、おい。はい、もう CM 来た。 CM 来たか。もうすぐ終わるんだったらいいけど、すぐ終わるんだったらいいけど、はい、あ、すぐ終わった。あ、そう、 CM 短いですね。いいな、僕 CM 短いゲーム好きですよ、はい、あれ、おーっしゃー、オッケー、おーし、いいねー。で、あー、しまった、ここでもう一回やり直す。いやー、しまったー、忘れてたー。よーし、オッケー、いけ、よっしゃー、惜しい。はい、もう一回、俺、タップ。はい、よし、スワイプ、おー、惜しい。はい、もう一回、タップしてスタート。よし、スワイプ、よし。で、これで、できたよ。で、これでスワイプね。おーりゃー、あー。なんだよ、これすげえ難しいじゃん。2回連続でやるのすげえ難しいじゃん。記録を伸ばすってどうすんの？記録を伸ばす。動画広告を見るの？いや、それは見ないよ。はい、もう、今回はね、あくまでもゲーム紹介なんでね、まあ、こんなもんでいいんじゃないですか？結構な確率で成功しますよ。ただ、2回連続で成功するのは、まあ、25分の1ぐらいですかね。ね。5×5 で合ってるでしょ？ 25 分の1ぐらい。はい。はい、そうですね。25分の1ぐらい。だと思います。私は 4% ぐらいの確率で2回連続成功すると思います。はい。ということは、3回連続で成功する確率は 1% 以下ということですね。はい。ということは、激ムズということになります。はい。言ってることは間違ってない。はい。ということで、今回遊んでみたゲームは、激ムズペットボトルチャレンジシンプル、その先がわからないというゲームでした。ファミリーカテゴリーでチャートナンバー7、レーティング 4.5 というゲームでございます。皆様よかったら遊んでみてください。はい、ランキングもなんかあるみたいですよ。チャレンジ3回チャレンジするとすごいことが起こるんですか、どうなんですか、わかりませんね。はい、それはやってみてからのお楽しみということで、はい、それでは今回はの配信は以上で終了となります。また次の配信または別の配信でお会いいたしましょう。さようなら。